そして今日はですね、男祭りということで、高崎選手、イメージキャラクターだったんですが、撮ってますね。まあ、そういうところで、全然俺らは良かったですけど。イメージキャラクターが、高崎選手、スポーツを見せてということで、今日も3000人を超える来場者がありました。後半戦に向けて、そして変わっていくチームで戦う集団だということ、ファン、サポーターの皆さんにメッセージお願いします。まあ、やっぱり不甲斐ない順位で、監督交代というのをしてしまったのは、まあ、選手の責任でありますし、まあ、それをしっかり受け止めて、後半戦、もう一回みんなで、J2 昇格に向けて頑張っていきますので、最後まで応援よろしくお願いします。